ふわちゃんが弟の結婚式かなんかに出た時にですね、他のテーブルの人からですね盗撮をされてて、席次表を見て名前覚えたぞみたいな感じで、言ってるのが、すごい面白くてですね、ええやん盗撮で、もうめんどくさいわ。僕もあの先日あの結婚式行ったんですけれども、まあ、撮影してくれっていうおじさんとかがいて、もうめんどくせえなと思って、こういうのってみんな撮影してくれるかな、くれるかなって勇気をこう持てない人たちがいっぱいいるんですけど、しかもなんかね、円卓とかで僕は隣のね、あの大体同じテーブルの人って仲いい人たちで多分占められると思うんで、ずっとこう談笑してたりとかするとなかなか声かけられないんだけど、たまたま僕の隣の人とかが、うわ喋ってる人がいなくなったりとかすると、その隙を見てですね、そう隙を見てんさ、あの人たち、あ話し相手がいなくなったと思ったら来るんですよ。だから僕よくマネージャーと行動してるのは、地方行ったり、まあ、地方行ったりするときにマネージャーと一緒に行動してるのは、やっぱり誰かが一人いるとですね、あの声かけづらくなるんですよね。ボディーガードとかじゃなくて、本当にただただ喋ってる人が横にいるだけで声かけられる率めちゃくちゃ下がる、テクニックってやつですね。で来るわけです、こう隙を狙って。飲食店とかにいても二人でご飯食べてたりとかしても、そのもう一人の人がいなくなっちゃった瞬間に隣に人が声かけてきたりとかして、一緒に写真撮ってもらえませんかとか、もうね、本当あのガラケーのあの写メが出てからですね、めちゃくちゃ写真撮られるようになって、めんどくさいったらあれしないっていう。しかもなんかみんな写真撮影慣れてないから、あとかってやるから、もう最近は、あった千鳥、はいピッみたいな感じでやらないと、そしたら自撮りしてくれるんですかみたいな感じになって、より喜ばれるみたいな、まあ めったにやらないんですけど、そういった結婚式場とかで、披露宴とかでそういうの始めるとですね、長蛇の列ができてしまうケースもあったりとかして、俺はもうなんか写真撮影係じゃねえんだよみたいな、そういう風になってるっていう風に多分想像できないんだと思いますけど、だから僕絶対有名人見かけても一緒に写真撮ろうよとか言わないし、あのめんどくせえから、めんどくせえっていうか、めんどくせえだろうなと思ってるんで、僕は絶対言わないんですけど、そういうのお構いなしに平気で声をかけてくる人たちは多いということ。今日もね、あの新千歳空港に行ったら修学旅行の学生軍団みたいなのがいて、写真写真とかって言ってくるから、まあ無視して通り過ぎちゃうんですけども、こんなのもだって、もう修学旅行生なんかハイエナのようにずっと写真撮り続けるんで、これがさ、なんか一生の思い出とかじゃなくて、どうせその夜ご飯の時に家族とか友達と話を、ホリエモンと写真撮ったぜ、みたいな感じで、ただただそんなに夕ご飯で消費されるようなコンテンツで、なんで俺がお前のためにそんなことやんなきゃいけないんだよっていう、お前の世話になってるわけでも何でもねえしよみたいな、金払ってくれてるわけでもねえだろうみたいな感じで、何なんだお前らっていう話なんですよね。なのでもう勝手に写真撮影される分にはいいんで、 しとけみたいな、俺も見かけたぞって、はい写真、はいピピピみたいな、全然そっちでいいです、もうめんどくさいんで、はっきり言って。誰かね、一緒にいる人とかの写真とかを公開したりとかしなければ別に、勝手に写真を撮ってもらう分には全然いいんで、むしろだからフワちゃんこんなこと言うから、あ盗撮しちゃやっぱダメなのかなと思って、いちいち声かけられる方が鬱陶しいっていう、知らない人にいきなり声かけられるのってめちゃくちゃ怖いし、写真をただ撮るだけのためにそういうことをやられても本当鬱陶しい。それはやっぱ他人に対する想像力って考えてほしいんですよね。あの以前僕はあの新幹線の座席をね、倒す倒さないでですね、いちいち声かけてくんねん、倒していいですかと声かけてくんねん、めんどくせえよっていう、その問題に多分通じる話だと思うんですけども、こういうのも言っとかないといちいち声かけてくるんで、だいたいフワちゃんなんで嫌なのみたいな話です。いちいち声かけてほしいのめんどくさくない、はっきり言って。そんなことやってたらずっと写真撮影大会になっちゃうじゃん。あれどうなんだろう、芸能人の人ってやっぱ自己承認欲求強いのかな、なんか写真を撮ってくださいって言われて嬉しいのかな、タレントさんってやっぱそういう性格なのかなとも思う。ハワイによく年末年始にハワイに行く芸能人とか多いじゃないですか、あれもめちゃくちゃ鬱陶しいんですよ。僕一回だけ健常さんの、あの幻冬舎の社長の健常徹さんの、誕生日会に呼ばれてハワイに行ったんですよ。で なぜか健常さんの誕生日会って男子だけでやろうみたいな、女性不可みたいな、よくわかんない、あの前澤友作さんだけは彼女連れてきてましたけど、例の彼女さんを連れてきてましたけど、当時のね、あの俺がみんな一人行こうって言われて、俺健常さんの誕生日のためだけにハワイ行ってんですけど、女の子とか連れて来づらいよねみたいな、だって夜のパーティーなのに彼女一人で待ってるのみたいな、それはちょっとかわいそうでしょってことで、本当も俺マジで一人で来たんですよハワイに。
アホみたいな話ですよね。しかも俺あのアメリカの入国の時必ずセカンダリールームに連れてかれるんですよ。ビザでエントリーしてる人って必ず連れてかれるんですけど、そこでまたいろいろ話聞かれて、なんかハワイって多分離島なのだかなんだか知らないけど、もう荷物チェックもめちゃくちゃ時間かかった。結局4時間ぐらいかかったんですよね。しかも年末年始で便数多いし日本人多いしみたいな。トント赤信号のリーダーもいましたよ、なぜか。なんかたまたま引っかかったんですみたいな、なんか悪いことしたんですかみたいな。本当もうパーティーギリになっちゃって、ホテルにチェックインしたらギリになっちゃって、歩いて行ってたらなんか日本人がもう年末年始でハワイ旅行でテンション上がりまくりで、あー振り向いてみたいな、写真撮ってとか、鬱陶しいわーと思って。年末年始にハワイに行ってる日本人のテンションの高さといったらとんでもないし、芸能人見つけたら絶対そのハイテンションで寄ってこられて写真撮らされるし、それがでもやっぱ嬉しいんだろうね。絶対そうなるもんね。だってそうなるの分かってて行くわけだから、あ俺売れてるわとかって言って、はいはいいいよいいよとかっつって写真撮りまくるんだろうね多分ね。だから俺にも写真撮れって言ってくるんだけど、断ったらえなんでみたいな話をする顔をされるんで、逆に俺写真とかずっと撮ってる間こうやってずっとこう待つのとか、はいあじゃあもう一枚撮りますねって、お前連写機能知らねえのかよみたいな、パシ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 って撮ればいいじゃねえか、なんなら動画で撮れよみたいな、もうめんどくせえったら、あじゃあ横もやりますねとか、うるせえはもう本当にっていう。だから僕はもうどうしても撮らなきゃいけない時はもう自撮りで、自撮りにしないとまたなんか俺が変顔になってたりとかして腹立つんで、ということで僕を見かけても声をかけないでください。